東京都によりますときょう都が確認した新型コロナウイルスの感染者は822人でした一日としては初めて800人を超えて最多を更新しました感染が確認されたのは10歳未満から90代の男女822人ですこれまで最も多かったのはきのうの678人で一日で100人以上増えました年代別に見てみると 20代が最も多い201人で、次いで30代が169人、40代が123人、50代が113人でした。20代から50代、すべての年代で100人を上回りました。重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は合わせて112人で、これまでで最も多くなりました。 重症の患者は前の日から3人減って66人となりましたこれで東京都の感染者は4万9491人です